はようございます。ラスカルでございます。本日はですね、こちらの商品を購入したんですけれども、こちらがね、立川マシマシさんっていうお店のマシライスってメニューのルーみたいな部分になるんですけれども、今回はね、こちらを購入いたしましたので、いろんなね、トッピングとかアレンジをしながら楽しんでいきたいと思っております。かゆい、なんかかゆい。それでは早速調理に移りたいと思います。まずはね、こちらで具材の湯煎に移ります。中身はね、こんな感じでございます。これをね、もういっぱいいっぱい入れちゃう。これで、こちらの具材を温めているうちにトッピングの準備に移りたいと思います。今回のトッピングはね、豚キムチを作っていこうと思いますんで、まずごま油と、で、ここに豚肉、はい、大量のニラを入れまして、ここにキムチと、はい、生姜とニンニク、はいはい、少しだけね、お醤油と、なんで塩と、最後に胡椒と。豚キムはこんなもんで大丈夫です。ではこちらのね、ルーも温まってきたので、早速盛り付けに移りましょう。あのね、取れてませんでした今ね、ご飯を持ってからルーをね、お皿に盛り付けております。このメニューね、お店でも大好きなメニューなんですけど、香りがね、めちゃめちゃ食欲するんですよ。うまそうな匂いが漂ってる。これで最後の一袋と、よいしょ、へい。で、ここにさっき作ったね、この豚キムを乗せたいんだけど、乗る？あ、なんとか乗った。よし、でだ、お店ではね、このルーの上に卵黄が乗ってるんで、これもね、ちょっと乗せていきます。ゆっとゆっと、はい、ということで、今こんな感じで超特大のマシライス完成いたしましたので、向こうの部屋で食べていきたいと思います。はい、ということでね、今こんな感じで完成して、こちらの部屋に移ってまいりました。もうね、匂いがすごい、めっちゃジャンクな香りがするいや、ちょっとお腹空いたんでね、早速食べ進めていきたいと思います。それではいただきます。これは絶対うまいもんね。もうすぐご飯と一緒にいっちゃおう。もううまいいただきます。あ、うめえ。うわ、久しぶりに食べる。うまい。やっぱりこれはね、うまい。醤油ベースのね、甘めの味付けなんですけれども、このね、鷹の目が入ってて、ほんのりね、後味にピリッとするんですよ。それがね、ちょうどよくて。またこんだけね、背脂が入ってるんで、その甘み自体もめちゃめちゃジャンクで、これがね、ご飯に合うんですよ。これね、食べたことある人はわかると思うんですけど、もうめちゃめちゃ癖になるの。うまい。そしたらね、この黄身も割っていきましょうか。いいよ。いや。うわぁ。あ、これは絶対にうまい。うまくないわけない。ちょっとここ混ぜて、あー、うーん、やっぱうまっ。これは間違いないわ。うますぎる。豚キムと一緒に。で、今回ね、このルーは結構味濃いめなんで、豚キム自体にはあんまり塩は入れてないです。薄味でございます。あー、合うね。すっごい味はヘビー級になる、急に、うん、あー、これご飯進むな。
ちなみにね、さっきもお話ししたように結構味付けが濃いめなので、比率で言うと多分ね、ご飯7にルー3とか、まあご飯6ルー4とか、それぐらいの割合でいいと思います。白いご飯多めの方が多分ちょうどいいかな。このメニューね、つい先日ツイッターの方でね、公式さんのアカウントから販売始めますって書いてあって、もう速攻買ったもんね。もう大好きなんですよこれ。お店行くとね、絶対食べたくなる。うん。そしたら今日はこの後ね、お出かけがありますので、ノーマルで行かせていただきたいと思います。じゃあすいませんが乾杯と。うまいな。ノンアルでも十分合うわ。めちゃめちゃうまいわ。よし、そしたら味変と。タルタルなんですけど、なんかね、この前ね、テレビで見て美味しそうで買っちゃったんですよ。だから今回はね、このタルタルソースを使っていきます。よっ、もう間違いなくうまいもんこれ。うわー、うまそう。うんめー。これタルタル自体もうまいなこれ。あ、これうまっ。うん。やった。いいね。今日も幸せですね。節約しながら食べてたら、今ルーとご飯が1対1になっちゃった。そしたらそろそろ量もね、少なくなってきたので、この生卵を投入しようかなと、入れちゃおうかなと。はい、あ、いいよ。これでね、まあ味の濃さとかもだいぶまろやかにはなるかと思うので、ちょうどいいでしょう。うん、うん、うん、だいぶまろやかになっております。ちょっとそろそろね、さっぱりしたいんでコーラ飲みましょう。いや、いや、うん、そしたらこれラスト書き込んじゃいますね。よっこしょ。ごちそうさまでした。はい、ってことで、ただいま、マシライス、完食いたしました。最近全然食べに行けてなかったんですけど、久々にね、こうやって家で、そのまんまの味が楽しめて、もうめちゃめちゃ大満足でございました。こちらのセット、初版では300セット限定で販売をしておりまして、現在はね、ちょっと売り切れ中になってるんですけど、7月の30日に再販する予定みたいです。ぜひね、概要欄に販売ページの方を記載しておきますので、気になった方はご覧ください。はい、ってことで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。